第5位はね、おなじみのハジプロですけどね。はい、もうこれはなんか思いついたらいつも起動してるって感じ。うん、なんかあの YouTube とか見て、あのなんかこういう感じのゲーム作ろうかなって思って作ったりしてるよく。ああ、ということでね、もう発売からちょうど1年ぐらい経ちますのでね、ずーっとランクインしてますというぐらいハマってるという、ハジプロですね。まあこれは次回殿堂入りかな。まだね、うん、もうね、ずっと好きということでランキングをね、ずっと独占しちゃうといけないのでね、次回、なんだっけ、殿堂入りしたいと思いますのでね、次回から殿堂入りというところに、移動します。さあ、第4位は EDF ってなんだ。 EDF? スーファミのソフトが読む。スーファミの時生まれてないだろ。いやいや、スイッチもない。形すらなかったでしょ、君。スイッチの移植版やったんだよ。スイッチに入ってるの？そうだよ。EDF って何？シューティングリアル。アースか。ジャレコのシューティングリアル。ジャレコやべえ。萌えプロだろ、萌えプロ。萌えプロ知らないだろ。知らないのかよ。萌えプロ知らないでジャレコを語ってはいけないと思うんだけど。まあいいや。EDF ってなんだよ。ED ってなんかやばいよね。ED ってシューティングゲームだよ。お、シューティ、あ、スーパー EDF、アースディフェンス、あ、言っちゃったよ。フォース。あ、シューティングか。まあ、シューティングの中でこういうなんか武装を選んで出撃したり。あ、まあ、武装を選ぶのが好きだね、なんかね。他には A ボタン。男だね。他には A ボタンを押して、これか。分離機構。他には A ボタンを押してできる分離機構みたいな感じのやつとか。分離があるんだ、これな。そうなんだ。R タイプみたいなね。要するにこの手のものが好きになったから。そう。シューティングが好きになるって珍しいね。ぶっちゃけシューティング好きになったのは、あのカービィのシューティングとかもあるけど、EDF の、EDF の影響を受けてシューティング好きになったっていうのもあるんだよ、実は。これでなんか、端っぽのも作ってたよね、シューティング。そう、あの、実は、あの、端っぽで、あ、こういう感じのシューティング作りたいって思って、シューティング作り始めたきっかけが EDF なんだ。EDF、恐ろしい EDF。ジャルコさん、こんなにも EDF を愛してくれてますよ。今、ジャルコは何をしてるんだ。確かに。何をしてるんだ。何してるんだ、ジャルコ。いや、結構楽しいゲームを出してたけどね。落ちる。わーって感じですね、EDF ですよ。まあ、いわゆる横スクロールシューティングですね。危ない、落ちる。プレイしてるのはね、往年の天才プレイヤー、ひじきっしゅさんでしたね。ということで、はい、第何位だったっけ？3位だよ。3位だ。え、3位だっけ ?3 位が EDF だそうですよ。いや、4でしょ。4位かよ。ボケました。第3位はなんとね、未だに人気、ガンダム VS ゼータガンダム。ですよ、はい。来た。なんだろうね、多分宇宙世紀モードを進めていたりとか、対戦したりとかしてますね。まあ、安定の楽しさ。うん。まあ、映像は昔のやつですね。それでも綺麗だなって思うよ。はい、ああ、映像の綺麗さ？うん。ああ、絵綺麗です。使い回しですよ、自分の。今回の動画の映像のことですよ。うん、あ、そういうことか。そう。うん。まあ、GC でもなるべく綺麗にね、映しているわけですよ。はい。まあ、安定の楽しさですね。次回もランキングが上だったらね、殿堂入りしちゃうかなっていうぐらいに遊んでます。どうでしょう。うん、楽しいね、これね。ナンバー3ですよ、ナンバー3。デモン！デモンも長いよね。デモンエク長いね。まあ、楽しいよね、カスタマイズとか、自分だけのロボットが作れるっていうのはね、うん、まあ、アーマードコアの流れを組んでると思いますよ。ということでね、まあ、こちらももう1年以上プレイしていて、常に上位にいますからね、次回、殿堂入りということでね、まあ、ランクインというよりは、殿堂入りを果たしてしまいました。非常にずっと1年以上楽しんだソフトです。面白い。うん、まあ、実は初代ランキングで2位入ってたレベルだからね。うん、要するに常に上位ですね。第2位、なんだ
うおー、何これ、 SD ガンダム G ジェ G ジェネレーション G ジェネレーションズスイッチだそうですね。そうだよ。ナンバー2、こんなゲームソフトやってたの？やってたよ。マジか、買ったんだ。え、カードえ、カード貸してくれるんじゃなかったの？カード貸したのは私でした。これね、確かスーファミ版のやつがね、もらえるっていうから買ったんですが、自分はね、こうシミュレーションが非常に苦手なのでやってないんですよ。好きです。まさかのね、好きだっていうんですよね。シミュレーションなんて自分の技量が反映されないじゃないですか。シミュレーションっていうのはね、自分のね、知能と技量が試される。知能ですよね、どちらかというとね。テクニックなんて関係ないじゃない。だって、あ、コロニーレーザーだ。コロニーレーザーはいいんだけど、うわ、だってなんか頭使ってさ、やんなきゃいけないでしょ、生産とか。そうだよ。じゃあ自分のアクションのテクニックはなんか一切無視されちゃうわけでしょ。そうだよ。だからいまいち苦手なんですよね。これハマってしまいましたか。うん、まあ個人的になんか、あの、一番最初にリック・ディアス・ストッツァー作ったのは正解だったなって思ってる。よくわかんない、ね、リック・ディアス・ストッツァー。違うよ、シュツッツァー。シュツッツァー。シュツッツァー。もう超言いづらいけどさ、シュツッツァーって。なんとかッツァーは言いづらいので困りますね。シュッツァーとか、ね。シュとか超言いづらくない、うん、言いづらいよ。日本語プリーズみたいな感じですね。はい、ということで、まさかのシミュレーションにハマってるということなんですよ。シミュレーションね、好きな人は好きですよね。自分はあんまちょっと頭使うのがね、ゲームになってまで頭使うのがちょっと考えもんなんでね。ということで、なんと第2位が G ジェネですよ、G ジェネ。まあガンダムっていう要素が大きいのかな。はい、ガンダムですよ。ということで第2位は G ジェネ。てか、ゼータとダブルゼータのシナリオしか進めてない。要するにゼータとダブルゼータが好きだそうです。そして第1位、2個ありますが、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド。いまだにずっとね、やってますね。前回も1位。もう、殿堂入りしちゃってもいいんじゃないかというぐらいにずっとやってますね。どうですか、これ。神ゲーです。まあ、いろんなところのランキング見てもね、神ゲーになっていますよ。まあ、スイッチやるんだったらこれやらないとね。なんか前のテレビゲーム総選挙でもなんかこれテレビゲーム総選挙ついこの間なんか再放送があった、うん、いやー、これね、冒険してる感は半端ないし、でもやっぱ長いよね。でも長い方が面白いじゃん。まあずっと楽しめるのね。でも実際ゼルダ史上日本で一番売れてますからね。あれはびっくりしましたよ。だってあれだよね、その前作にあたるなんだっけ、スカイウォードソードはかなり売れなくて、まあね、そう、ゼルダシリーズがもう終わってしまうんじゃないかと言われてるぐらいでしたよ。で、次失敗したらもう終わりというぐらいに追い込まれていたんですがね、奇跡の復活ですよ。大逆転、大逆転、めちゃくちゃ売れたというわけですよね。うん、逆襲のシャアのなんかアクシズが落ちてる時並みだ。奇跡になんかさ、ニューガンダムのなんか最高オーブだったからなんか発動してさ、ボーって跳ね返した涙。そっちかい、なぜそっちに行く。なんかその例えがなんか分かりやすいかなって。分かりやすいのかよ、ということだそうです。いや、まあゼルダはね、スイッチ持てたらやりましょうといった感じですよ。まあ完全クリアしなくてもなんかプラついてるだけでも楽しいと。何でも自由だ、ね、ただ歩いてるだけで楽しいわ。そうそう。では真の1位はこちらですよ。1位3月に発売したね、カービィ、今週のカービィディスカバリー新シリーズというか 3D になったカービィですよね。とにかく発売以来ガガッと遊んでいたと思います。春休みにめっちゃ遊んでたの。春休みに一気に集中して遊んだというね。いや、どうですこれ。これなんかまあなんかあれなんだよね、あれ、3D だから探索の違いがありすぎて、このステージで次はどのあたりを探索しようかなとか考えるだけで頭がめちゃめちゃになるんだ。めちゃくちゃになる。まあ要するに楽しいということみたいですよ。はい、このね、ついに 3D 空間になったと。まあなんとなく疑似的な 3D はありましたけど、いよいよ本格的にね、いろんな場所を探索できると。一見難しそうに見えるけどね、うまくその辺がね、
初心者配慮もされているということらしいです。初心者配慮、さすがのハルケン。クリアしやすいようにストーリーモードの難易度は優しめで、ストーリーモードは優しめだからといって優しいゲームじゃなくて、上級者が全然ちょっとこれ簡単すぎるわってなるわけでもなくて、なるわけでもない。ストーリークリアした後に出てくる高難易度モードとか、全ステージをワイルドモードでクリアしたり、なるほど、高難易度モードは結構難易度高めだから上級者でも楽しめるはず。かなりね、こう幅広いね、で一見可愛いキャラクターなんですけど、なかなかね骨のあるモードというんでしょうか、そういうのもあるそうですよ。僕もやりたい。そして結構衝撃的な裏設定、裏設定もあるそうですが、そちらはねなんと星のカービィディスカバリーの素晴らしさを語った別動画がね間もなく配信されるということで、そちらに譲りたいと思います。見てほしいということなんでね、はい。まあこんな感じでね、第1位が、まあゼルダも入ってますけど、まあ真の1位は、まあ1位の中でも Z ランクの1位が、うん、Z ラン、何のランクだかよくわかんない、すごいって意味。まあ例えるならカオス級だ。星のカービィ Z もあるしな、カオス級、カオス級らしいです。 Z 級の1位だ。まあカービィファンはもとよりアクションファンも楽しめるということみたいなんでね、はい。第1位は星のカービィディスカバリーとなりました。イエーイ。といった感じになりましたよ。まあ一つね共通してることは、ガンダムが好き、カービィが好きといったところでしょうか。あとはね、意外と長続きしてるのがプログラミングでしょうかね。もう1年ぐらいかれこれいじくってますよ。なんかこう思いついたら作ってると、そういったことがありますね。そうそう、あとはねここに来てシューティング、普通のレトロなシューティングが結構ハマっていたりとか、意外なところでやっぱりねこうシミュレーションでしょうかね。まあガンダムっていうのがあると思うんですけど、まあシミュレーションなんかもねちまちまやってるのを見ると意外と根気がいいというか、頭使うのが好きなのかななんて思ってはいます。といった感じで、まあ前半戦ですかね。2022年前半戦のランキングでした。ではまた。